いただきます。うわすごい。おはようございます。今朝の7時半ぐらいなんですけど、今日今から京都の方に車で行きたいと思います。で、なんで京都に今から広島から行くかって言ったら、アイスランドに一緒に行った高島亮也さんが、今回なんかのキャンプに来ないかって誘ってくださって、まあ経過的に言うとキャンプに、これからそのキャンプに行くんですけど、僕はそのキャンプ経験はお父さんが好きだったのでゼロではないんですけど、キャンプ道具が全く持ってないので、その全部実家にあったりとか自分自身でこう揃えたことがないんですけど、まあ、ちょっと面白そうだなと思って、まあ亮也さんの誘いなんで行きますって言って言っちゃったんですけど、で知り合いにキャンプ道具を持ってる方がいらっしゃって、その方にちょっといろいろお願いをして、キャンプ道具一式借りて、で車も持ってないんで、この車もレンタカーして借りて、で今から、まあ京都に向かうっていう感じです。なので今回はちょっといろんな人の助けを借りながら京都に行って、亮也さんと合流してキャンプに向かうっていう感じです。よし、じゃあ行きましょう。久しぶりです。久しぶりです。抹茶ラテがあるんですか？抹茶ラテありますよ。飲みます？じゃあ抹茶ラテいただきますね。意外と時間かかるから抹茶ラテ。はい。しっかり記録します。うん、めんどくさいから。なんかすいません。何点ですか？これはね、モダンアートなんで、はい、これね、87点ぐらいですね。87点になりました、はい、モダンアート最後なんかめっちゃ投げやりでしたけどシャッシャッっていや、ちょっと足りなくなっちゃってフォームが。ラスト、あ、ラストじゃない、もう一回行くんか。なんでハッセル持ってるんですか？ハッセルね、もらったの。もらった？ハッセルもらう人とかいるんですか？もらったの。あったら多分楽しいじゃん。実機は初めて触ったかな。すごっ。こうやってデジタルなんですか？フィルム？フィルムですよ。あら。これハッセル用とかっていうわけじゃなくて、いや、これはブローニー用、中盤用の。あ、これ中盤フィルムなんですか、ね、うん、中盤だったら何でも使える。へぇ。あ、待って、俺この画角ピースフルクイズインでめっちゃ見る画角だ見えるかな。
これから涼也さんの家で枝を燃やして沸かしたお湯で作るコーヒーをちょっとわけわかんないですね。なんて言うんですか、枝を燃やして沸かした湯で作るコーヒーをちょっと飲もうっていうことで、今その枝を拾いに来てます。普通に登山なんですけど、バリでそっちの話ハイタイヤからできたサンダル、ハイタイヤサンダルですね。インドソール。びっくりした、枝の話かと思ったらサンダルの話だね。完成いたしましたね。どうぞ。わあ、ありがとうございます。乾杯。ルネッサンス。いただきます。スルーされた。なんていう、古すぎて。古いな、確かに。2800点ですか。2800点ですね。うん。美味しい。美味しそう。ドレッシングを作ってないな。これ何ですか今。ヘンプシード。ヘンプシード。初めて聞いた。タイマンの種です。タイマの種。いきなり怪しくなる。これを食べると決まる。とお野菜の蒸したもの。
今日途中から合流されたエビ沼さんです。はじめまして。こんばんは。よろしくお願いします。Just keep talking, baby, and we talking maybes, but maybe this is meant to be. Hey, you were sent to me. Hey, yeah, met my.